六助と忠治は棒組の籠屋であった。彼らは南八丁堀二丁目の余兵棚という裏長屋に住んでいた。六助は肥えていた。年は二十七であるが、うっかりすると四十くらいに見えた。肩太りで毛深くて油性で、太い眉毛や大きな目や鼻の周りにいつも油を浮かせていた。 唇は厚いが、両端が引き締まっていて形はかなり良かった。北八丁堀の魚金の大梅などは、六さんの唇を見ていると吸い付きたくなるというぐらいであった。もっともそれは六助を照れさせ、同時に中義の都心をそそるのが目的らしいが、彼の顔は髭だらけであった。 顔の下半分が黒くて硬い毛に埋まっていた。しかし彼はそれを剃らなかった。毎朝一度ハサミで二分くらいに刈るのであった。どうしてカミソリを使わねえんだはじめの頃忠次がそう言った。なぜそんなに武将ったらしくしておくんだはったりを聞かせるつもりか六助はニヤニヤ笑って、それからゆっくりと答えた。 これには訳があるんだ。これをきれいに剃るわけにはいかねえんだ。よっぽどのことがねえ限り、こいつはこのくらいにしておかなくちゃならねえんだ。そして胸毛を撫でた。胸毛は熊のように濃かった。また、すねの毛とくると信じられないほどであった。 夏になるとそのみっしり生えたすね毛の中で、いつも二三匹の蚊が悲鳴を上げていた。蚊たちは血を吸いに潜り込むが、すね毛のやぶがあんまり密なので、それに引っかかって脱出することができなくなるのであった。六助は機嫌のいい時には、毛をかき分けて彼らを逃がしてやるのを楽しみにした。 中児は、肥えてもいず、痩せてもいなかった。色が浅黒く、いなせな顔立ちで、年は六助と同じであるが、二つばかり若く見えた。受け口の唇の片方を少し歪め、煙ったいような目をする癖があった。そうすると、苦み走ったいい男ぶりに見えた。ウオのおウは彼に熱をあげているが、 中児のそんな表情を見ると、胃のところを鳥の羽で撫でられるような気持ちになる、というくらいであった。彼は綺麗好きで、毎日きちんとミそりを当てるし、三日に一度は髪結いどこへ行くし、赤じみたものなど決して身につけるようなことはなかった。六助は動作がゆっくりしていた。 話しぶりものんびりしていた。怒っている時でも動作や言葉遣いに変わりはなかった。よほど怒った時でも膨れるだけで大きな声を出すようなことはなかった。中児はせっかちでもなく悪く落ち着いてもいなかった。少し勘が強くて無口で怒りっぽいところがあった。怒ると無気になって怒鳴った。 暴力を振るうのが嫌いなので、一層激しく怒鳴るようであった。二人は余兵棚の堀の方から数えて、七軒目と八軒目に住んでいた。二人で七軒目にいる時もあるし、八軒目にいる時もあった。また、七軒目と八軒目とに分かれて住んでいることもあった。分かれている時は喧嘩をしているので、 そうなるとお互いに口も聞かず、稼ぎにも出ずに遊んでいた。しかし、それは長くは続かなかった。二人とも他に友達はないし、これという道楽もなかった。将棋と釣りが好きであったが、それは二人一緒でなければ面白くなかった。大抵五日か七日、長くとも十日くらいで仲直りをした。 仲直りをすると、どちらかがどちらかと一緒になった。六助が忠次の方へ移ることもあるし、その反対のこともあった。そのためにはどっちか一件はいつも開けておかなければならなかった。家主の余兵は初はめのうちは、この関係を知らなかったので、ある時その一件を貸そうとしたことがあった。 すると二人がやってきて怒った。お前さんは家主のくせにそんなまきをさくような真似をしていいのか余兵には意味がわからなかった。考えてみろと彼らは言った。今は一緒にいるけれど、また喧嘩をすれば別れなければならない。 その時隣が空いていないとすれば、一人はどこかよそへ行く感情だから、つまり、生木を咲くわけだろうじゃないか。余兵は初めて了解した。けれども、家主の立場としては、たとえ長屋の一軒にもしろ、ただで開けてはおけなかった。そこで両者は相談をし、 空いている時でも二軒分の棚賃を払うということで落着した。二人は小ざっぱりと暮らしていた。食事は三度とも外で。ほとんどウオのことが多い。すませ、家では煮炊きをしなかった。勝手には水がめもないし、もちろん鍋、釜も、その他の食器もなかった。 古道具屋で買ったタンスが一竿と、ちょっとした将棋盤と、それから掃除用の品があるだけだった。二人とも潔癖で掃除だけは欠かさなかった。水は使わないので、乾いた雑巾で艶吹きをするのであるが、上がりかまちから敷居、柱、勝手の揚げ板など吹き込まれていい艶が出ていた。 彼らは京橋の北爪で辻待ちをした。雨の日でもそこへ行けば、カゴが空いている限り、二人はそこで客を待っていた。カゴはゴロベイ町のカゴ省で借りた。二人は元カゴ省に雇われていたが、金持ちや成り上がり物は客に取らなかった。威張っている人間やキザな奴も客にしなかった。 つまり、客選びがひどいので、その点二人は気があったので、店としては具合が悪く、親方に受け人になってもらって辻加護を始めたのであった。二人は商売にも潔癖であった。どこまでいくらと打賃を決めると、それ以上は客から一銭ももらわなかった。心付けを出す客があると怒った。 俺たちは仇の稼ぎ人だ。道中の雲助とは違うんだ。見下げた真似をするな。そしてやはり金持ちや成り上がり者は乗せなかった。彼らはその言葉通り仇であった。博打もしないし酒でぐれることもなかった。濃く時たま有利をぞくらしいが、その度に 自分たちは女性にはモテないという信念を確かめるばかりであった。有利の女性たちの中には相当に彼らに実意を示す者がいた。しばしば相当以上のものがいたが、二人の信念は少しも変わらないのであった。女に好かれるわけがねえや。中児も六助もそう信じていた。 したがって、魚オのお梅がいくら中時に熱をあげても、中時の方では感じないのであった。お梅が自分に熱をあげているなどとは、爪の先ほども気がつかないようであった。